それでは同社行ってみたいと思います。まずは第1問、長文読解。まあ、これは難しかったですね。で、資格の2番もまあまあ難しいんですが、やっぱり第1問目が一番難しいんじゃないかなと、そういう感じがいたします。ですから、普段だったらまあ40分ぐらいでいけるかと思いますが、今回は50分ぐらい。まあ、かかってもしゃあないなという感じですね。ですので、理想的には皆さん21問中、16問。まあ、8割取れれば御の字。ただ皆さん、現実的にはもう少し間違ったらまあまあ OK かなという感じですね。21分の14。さあ皆さん、どこが難しかったのかということでございますが、まずは A からいきますね。さあ皆さん、問いの A の X。まあ、ちょっと難しいですよね。まあ、空詞の左側の put。そして空詞の右側の place。で、選択肢全部前置詞なので、put、うにゃにゃ、place。なんか耳馴染みがいいものを選んだという方もいらっしゃるかと思いますが、これ多分動詞の意図は空詞の右側、place のさらに右側ですね。A unique mandate。これが空詞の左側、put と他動詞の目的語になってるんですね。そうです。put の目的語は、あ、unique mandate。ですから本来の形に直せば、put 目的語、うにゃにゃ、place。でもさ、これなら皆さん聞いたことあるんじゃないかって感じがいたしますね。そうです。put 目的語、in place。そうです。正解3番ですよね。まあ、なかなかの問題でございました。そして皆さん、クーラー Y ですね。これ皆さん、クーラー Y の右側、for success。で、空詞の左側、ちょっとダッシュとダッシュの間飛ばしていただけますと、セットがありますね。一行手前の真ん中、セット。で、セット、うにゃうにゃ、クーラー Y、for success。まあ、ちょっとこれも難しいなって感じがしますけども。まあ、なんとか空詞の右側、for success。なんかプラスの方向ですかね。そっちに向かえそうなものという感じで、まあ消去法で選んだ方もいらっしゃるかと思います。まあ正解4番、アップですね。で、逆に皆さん、Z がまあ優しいと。これ皆さん、空調の左が Be made up。ときたら皆さん、後ろ4番の OV が正解と。ですからまあ3問ありましたが、まあ2問当たれば十分かなって感じですね。さあ、続いて、この B でございます。で、下線部 A でございますが、皆さん、call after herself。皆さん、herself しか言っておりませんので、まあ1番だったら favorite pieces。で、3番だったら memories。で、4番だったら collection。まあこのあたりちょっと違うんじゃないかって感じで、まあ消去法でやった方もいらっしゃるかと思います。ただまあこれも間違えてもしゃあないなという感じですね。一応正解2番でございます。で、まあ問いの B はまあ大丈夫かと思いますが、今度は問いの C ですね。try and nail down。ネイルダウンなんやねんって感じがしますが。でもこれ、下線部の右側の内容で、そして皆さん選択肢、まあ消去法を使うとですね、なんとか4番にたどり着けたんじゃないかなと。そして問いの D ですね。serve on。またこれもまあいい問題ですよね。まあ、サーブですから、まあ、おそらく役立つ。まあ、何々を果たす。まあ、使える。まあ、そんなイメージを皆さんお持ちかと思います。ですから、選択肢1番は、シェフは多分違うだろう。で、選択肢の2番は、レシーブじゃないですよね。受け取る側じゃないですよ。で、選択肢の3番すっ飛ばして、選択肢の4番、ボランティア。ボランティア。まあ、多分これ、サーブ。サービス。まあ、サービスって言われたらなんか無料の感じかな。で、無料、ただ。まあ、ただで働く。ボランティア。みたいなことを連想する生徒さんがいらっしゃるんじゃないか。まあ、多分同志はそう思って、こういう選択肢を作ったんでしょうね。で、もちろん正解は3番。皆さん、レンダー大丈夫ですかね？与える。まあ、最悪わかんなくっても、なんとか3番消去で選べるかなって感じはするんですが、まあ、もし、あの、この後試験あるんであれば、レンダー、与えるっていうのは一応覚えておいた方がよろしいかと思います。で、皆さん、問いの E は単語の問題。で、問いの F は、まあ、なんかなって感じがするんですが、多分これ、下線部の右側で、なんとかなるかと思います。で、皆さん、問いの G ですね。これも下線部そのものはなんじゃらほいって感じがしますが、多分下線部の右側の方の内容ですかね。多分それで tackles。まあ、選択肢4番ですかね。多分これいけるかと思います。で、問いの H は単語の知識。で、皆さん問いの I なんかも allocate。まあ、これ皆さんが持ってるイメージで選択肢いけるかと思います。まあ、1番ブレームだと、まあ、攻めるんですね。まあ、2番はギブアップ。これはちょっとさすがにないなと。で、皆さん allocate で主張する。まあ、それは皆さん多分ご存知かと思いますので、まあ、それで、まあ、3番か4番かと言われたら、まあ、3番だろうという感じですかね。ですから皆さん合計9問ございますが、まあ、1問ぐらいであれば、まあ、ミスってもしゃあないと。そして皆さん問いの C ですね。波線部でございます。で、皆さん、あーであれば、まあ、out of character。まあ、これをそのまま解釈していただけるとおそらくいけただろうと。で、皆さん問いの E も principle。まあ、原理原則ですよね。これも多分選びやすかったかと思います。ただ皆さん問いの U。まあ、間違えてもしゃあないなと思うのはこの問題かと思います。work to source。皆さん、ソース、これ動詞ですからね。まあ、名詞のソースだったら皆さん、イメージ湧くかと思いますが、動詞のソース、調達する。まあ、それで3番選べるといいんじゃないかなと。ただまあ、3問ございますが、まあ、1問ぐらいは、まあ、この問いのうなんかはまあ間違えてもしゃあないと。そして皆さん、問いの D ですね。まあ、これまた難しいですね。で、文と一つでございます。この一つが何なのか。まあ、選択肢なんか7番、ざっとございますので、まあ、仮主語の一つ、形式主語の一つかな。ってことは、後ろ、ざっと説作るのかな。で、クーラー E にざっと置いてみて。ってことは多分後ろ SV 来るだろうと。で、ミセス hard が主語。で、クーラー U のところが動詞。ってことは3番の hard 動詞が来るのかな。ただ皆さん後ろ目的語かなと思って、見てみるんですが、ちょっとクーラー A がなんか、あれって感じですね。ただ皆さんクーラー A の右側にまあ名詞がおりますので、まあ前置詞 against for of どれかな。
まあそうか、反対してるわけではないので、まあ1番は多分違うだろうと。じゃあ、トメさん4にするのか、オブにするのか。で、本来この段階で皆さんクーラーの方ですね。文頭でございます。indicative。で、これがオブにつながりますよっていう知識があると、まあ一層いいですよね。だからクーラーのところでオブを使うので、クーラー A のところは4。まあこんな感じになるかと思います。で、皆さん、トメに内内問題も3問ございますが、まあ2つ当たれば御の字と。で、皆さん、トメの F 下線部和訳でございます。多分皆さん知らない単語なさそうですよね。で、構造も特に複雑というわけではないので、まあ、そのまんま、まあ、なるべく直訳と。直訳でも結構点数もらえるかと思いますので、これは多分大丈夫かと思います。さあ、第2問目ですね。まあ、四角の一番ほどではないですが、まあ、ちょっと難しい。ですから、例年だったら30分ぐらい解ける問題は、まあ、今年はまあ40分かなと。ただ、そうは言っても20問中17問は取れるはず。ただ、まあ、ケアレスミスとかありそうですからね。まあ、20分の15問取れれば OK と。さあ皆さん、トーニョ A からいきましょうか。で、皆さん、これクーラー X でございます。これ、後ろは SV、まあ、動詞一つだけでございますので、接続詞は入らなそうですね。まあ、かといって皆さん、空中の身は SV つながっておりますので、前置詞もダメ。となってくると皆さん、4番のバット。これ多分文法で OK ですね。で、クーラー Y の右側、まあ、SV…SV と。ですけど、まあ、クーラー Y には接続詞が必要。あと皆さん、これクーラーの右側、puts という肯定。で、その下の行ですね。not stop、否定。となってくると皆さん、肯定と否定で、ああ、対比だな。もういつものパターンだな。という感じで皆さん、1番、all's all。これは皆さん、いけそうですね。で、皆さん、クーラー Z でございます。これ皆さん、後ろに ing があるという点と、皆さん、その1行下、has been ですね。完了形が使われていると。そういったところから皆さん、6番の since が正解ということで、バッチリ。これ皆さん、3問中3問取りたいですね。さあ皆さん、問いの B でございます。まあ、A はなんとかなるかと思うんですが、問題は B ですね。まあ、サニティなんやねん。多分さ、これも下線部の、まあ、どっちかって右側でしょうかね。it's finally prevailing。まあ、普及していく、広まっていく様子からあまりマイナスではないですよね。ですから1番ディスクリミネーションと3番イグノランスが多分削れるかと思います。だから選択肢の2番フォローウィング。まあ、これ下線部の左がサムついてますからね。サムフォローウィングってなんやねん。って感じでまあ選ぶんだったら4番センスかなと。ですからまあちょっとあまり自信がないかもしれませんが、まあなんとなく4番って感じですかね。ただまあ間違えてもしゃあないかなって感じがします。で、皆さん、問いの C、D、E、F、G。この辺り皆さん単語の知識。で、最後皆さん、問いの H。これは皆さん、インプリケーションそのものの意味かなって感じですよね。多分さ、これも下線部の次の文章中ですかね。そういったところから判断すると多分4番のセニフィカンスに、ね、多分繋がったかと思います。で、皆さん、問いの B、合計8問ございますが、まあ1問ぐらいだったら、まあミスってもしゃあないと。で、皆さん、問いの C でございます。で、問いの A、これも単語そのもの。で、E もおそらく単語の知識でいけるかと思います。で、U がちょっと難しいかなって感じがするんですが、アカウントですかね。多分さ、これも難民線部の左側ですかね。public authorities。で、このあたりからなんとなくまあ選択肢の3番の責任と。まあ他の選択肢ダメダメですけどね。まあなんとか当たるんじゃないかと感じがいたします。そして皆さん問いの D ですね。まあ空所 R と E でございますが、右は being がありますからね。で、選択肢の中に助動詞の過去 would。で、have もございますので、would have been。で、being の右側は形容詞でございますので、hard。で、to の後ろ空欄 A でございますが、to 不定詞動詞の原型。ですから to imagine と続くだろうと。そして皆さん、あと残ったのは this outcome。これも皆さん大丈夫かと思います。で、問いの E ですね。まあ、1番から始まるというところで、その次4番、3番。まあ、そこまでなんとかなるかと思うんですが、あとは2、5にするのか、5、2にするのかと。まあ、これも間違えてもしゃあないと。で、皆さん、問いの F 内容1問題でございます。で、2つ選ぶということですが、まあ、1問はまあ、ミスってもしゃあない。さあ、皆さん、最後は会話ですね。まあ、長文が重たい分、こっちは軽いですね。で、おそらく10分で裁けるはず。まあ、9問中9問としましたが、英作もそんなにこけそうじゃないですよね。で、皆さん、選択肢1つミスったとして、まあ、9問中8問。まあ、こんだけ取れてれば、おんの字と。で、皆さん、空小集8問ございます。まあ、これはもうほぼほぼできるだろうと。で、問題は英作文ですね。で、僕たちにできる重要なことの一つは、そうです。ウニャの一つ。皆さん、おそらくワンロブ点々点使った方いらっしゃるかと思います。で、そのワンロブ使ったら、後ろ複数形、まあ、important things になったかどうかですね。例えば、皆さん、環境問題と動物の多様性についての意識を高めるですね。意識を高める。高める。raise。まあ、意識はアウェアなスでいいかと思いますが、raise 使えるといいですよね。で、あと、まず環境問題。皆さん、問題、これ複数形になってますでしょうか ?problem, 図ですよね。あと皆さん、動物の多様性。まあ、多様性、diversity が欠けてれば OK ですかね。ということで皆さん、これは合計100分。まあ、なんとかギリギリ間に合うという感じですね。で、皆さん、50問中42問。まあ、84% を取れてれば、もう十分だろうと。ただ、なんとか50分の37。74%。まあ、ざっくり 75% ですね。どうでしょうか皆さん、これぐらい取れてるでしょうかということで皆さん、この後ご質問とかご相談。何かありましたら、コメント欄を活用なさってくださいね。ということで、キッポン待ってまーす。